板橋駅は台湾に来た市板橋区にある台湾鉄路管理局縦貫線、台湾高速鉄道、台北都市運の駅。1901年に開業してから長らく台湾鉄路管理局縦貫線と中和線の駅であったが、1997年に駅を移設した後に台湾高速鉄道や台北都市運板橋線が乗り入れ、台湾でも大きな駅となった。 2018年中に台北都市運環状線が乗り入れを開始する予定。台北都市運には駅番号が導入されている。伊丹南線に BL07 が割り振られ、環状線に Y16 が割り振られる予定。当初は文化路関西路の交差部に関西路駅を建設し、板橋9駅の北側に板橋駅を設置する予定であったが、 新板橋駅建設計画に伴い、完成路駅の位置を新板橋駅部に移動させ、板橋駅と定め、旧板橋駅北側に、府中駅を設置する計画変更がなされた。2019年、に北市政府駅への解消が提唱されたものの、同じ、板南線の市政府駅と紛らわしいことから、改名反対の意見が大多数を占めた、名福駅名として、 市政府を付与することについては賛同の方が多かった。環状線の駅は長距離、バスターミナルの板橋客運単用地内に建設され、開業後はバスターミナル併設の共同駅ビルとなる。駅舎は地上25階、地下5階の建築である。南北に各3カ所、西側に1カ所、東側に2カ所の合計6カ所の出入り口を有す。西側には、 板橋バシ校舎東側に、板橋客運端が設置されている。25階は、展望台が設けられ、地上3階から23階までは、台湾鉄路管理局及び、台湾高速鉄道の関係事務所が使用している。2階は、商業施設が建設予定である。地上1階より下部が駅舎として使用されている。地下2階は、旅客のための商業施設が設けられ、北側は、 早雲駅、南側は、にき市政府広場竹竹の古芸術作品区へと、連絡される。台湾鉄路管理局ホームは、地下2階に設けられ、台湾高速鉄道が開業し地下2階に下りホーム、地下3階に上りホームが設置された。改札口は、地下1階に設置されており、大鉄、高鉄ともに、中央寄りの改札口は乗車専用、北端、 南端にある改札口は校舎専用に分かれている。乗り場板南線は、島式ホーム一面二線の地下駅。ハーフハイトタイプのホームドアが設置されている。ホーム中央は、吹き抜けとなっている。環状線は、相対式ホーム二面二線の高架駅。フルスクリーンタイプのホームドアが設置されている。環状線は、相対式ホーム二面二線の高架駅で、駅舎は、 東京を拠点とするフランス人建築家エマニュエル・ムホーが全体衣装を設計し同じくフランスのインスタレーションアーティストのダニエル・ビュランがのパブリックアートを担当した鉄道駅でのビュランの作品はロンドン地下鉄のトテナムコートロード駅に次いで2例目となるホーム以外の駅空間におけるテーマカラーはモーロ両線は改札外となるが20分以内かつ 自動改札利用であれば、前後の乗車距離を通算する特例が設けられる。乗り場駅出口に北市政府板橋校舎館板橋台一体育場。ありがとうございます。